日本宮城県仙台市宮城野区龍岡龍岡は、宮城県仙台市宮城野区の地名。龍岡1丁目から龍岡5丁目までが設置されている。郵便番号は983-0852。JR 仙台駅東口一帯にあたる。仙台市都心部東側に位置し、宮城野通り、東七番町通り、東八番町通りの各通り沿いを中心に、オフィス街が形成されている。 宮城野通りの地下の仙台トンネルを JR、仙石線が走っており、宮城野通り及び、東八番町の地下には、仙台市地下鉄東西線が通っている。なお、毛が入る筒じが丘という地名が、龍岡五丁目の北側の龍岡天満宮周辺に、同住居表示施行前からある。仙台駅東口はかつて、駅裏と言われ、低層住宅、寺院、 工場が混在するインナーシティであったが、1973年8月より仙台駅東第一都地区核整理事業が施行され、街並みが一変した。1988年2月6日には宮城野通り周辺地区の都市計画が決定され、同年、住居表示施行により、竜、岡という地名が、道都地区核整理事業実施地区に付けられた。 2017年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。ビビ、仙台駅東口流岡を関していながら、町域内に所在しないものに下記のものがある。ありがとうございます。